デーメーテールと古礼の間にいるトリプトレモス。アテネ国立考古学博物館所蔵。トリプトレモスはギリシア神話の人物でデーメーテールの死者として世界中に穀物の種をまいて回ったと伝えられるエレウシースの文化的英雄である。その名前は三倍の戦士という意味。ソポクレースは悲劇トリプトレモスを制作し複数の断片が残されている。 トリプトレモスは、一般的には、エレウシースの王、ケレオスとメタネーラの子で、デーモポーンと、兄弟とされるが、様々な系譜伝承がある。以下に、それを劣記する。有欲の蛇の戦車に乗るトリプトレモス。ルーブル美術館所蔵。トリプトレモスは、エレウシースの秘喩と深い関係があり、ホメーロス風参加、第二位下、デーメーテール参加によると、ディオクレース。 ポリュクセーノス、エウモルポス、ドリコス、ケレオスと共に、エレウシースの王であり、さらにディオクレース、エウモルポス、ケレオスと共に、デーメーテールによって詐儀についての教えと、悲儀の開示を受けたと伝えられている。デーメーテールは、ハーデースにさらわれた娘のコレを探して、世界を放浪した後、エレウシースにやってきて、ケレオス王の館に招かれ、王の子のデーモポーンのウバになった。 デーメーテールはデーモポーンを不死にしようとし、弱いデーモポーンを火にくべて人間の部分を焼いた。するとデーモポーンは驚くべき速さで成長したが、メタネーラはそれを目撃して悲鳴を上げた。そのためデーメーテールは思わず降下中に落としてしまい、子は焼け死んでしまった。怒ったデーメーテールは本来の姿を表したが、ケレオスの子。 トリプトレモスに恩調を与えようと考え、トリプトレモスに有欲の蛇の戦車を作り与え、空を飛んで世界中を巡り、穀物を撒いて人々に濃厚を教えることを命じた。有欲の蛇の戦車に乗るトリプトレモス。ミュンヘン、州立古代美術博物館所蔵。そこで、トリプトレモスは女神に教えられた通りにまず、イタリアやカルタゴに赴いて濃厚を伝えた。 おかげでイタリアは白い小麦で有名になった。アルカディアでは、アルカス王に小麦を与え、アルカスは、パンの作り方を人々に教えた。アカイア地方のパトライでは、エウメーロス王に農耕と都市の建設法を教えた。王の子安定アスは、トリプトレモスが眠っている間に戦車に、有力の蛇を戦車に繋いで、自分も空から種を巻こうとしたが、戦車から落ちて死んだ。 そこで、トリプトレモスとエメーロスは、アンテーアスにちなんで、都市、アンテーアを建設した。トラーキアでは、ゲータイ人の王、カルナボーンに濃厚を伝えたが、カルナボーンに捕らえられ、逃げられないように有力のヘビのうち一匹を、殺されてしまった。しかし、デーメーテールがやってきて残ったヘビを戦車に、繋いで取り返し、カルナボーンをヘビ使い座に変えた。 スキュティアでもトリプトレモスはリュンコス王に命を狙われたがデーメーテールはリュンコスを山猫に変えて救った。ヒュギーヌスの伝承によるとトリプトレモスはエレウシーノスとコートーネーアの子であり、デーメーテールはデーモポーンではなくトリプトレモスを不死にしようとした。しかし、トリプトレモスを火にくべる様子を父、エレウシーノスに発見されると怒って、エレウシーノスを殺し、 トリプトレモスに世界中をめぐって濃厚の知識を広めさせた。トリプトレモスがエレウシースに帰ってくると、ケレオスがトリプトレモスの代わりにエレウシースを支配しており、トリプトレモスを殺そうとしたが、霊明テールはケレオスに命じて王位をトリプトレモスに譲らせた。王となったトリプトレモスは、父にちなんで国名をエレウシースと改め、テスモポリア祭りを創始した。 ホメーロス風参加のデーメーテール参加におけるトリプトレモスと後世の伝承との間には差が認められる。デーメーテール参加ではトリプトレモスはデーメーテールから秘儀を授けられたと述べられてはいるが単にエレウシースの王の一人とされているに過ぎない。また、後世の伝承に見られるケレオス王との親子関係や 諸国をめぐって農業を伝えたとする伝承は見受けられない。その理由として、トリプトレモスがもともとアテーナイに由来する英雄であったらしいこと、デーメーテール三加の成立が、エレウシースがアテーナイに支配される以前であったことが考えられる。しかし、紀元前6世紀以降、アテーナイとエレウシースの比喩との関係が密接になると、トリプトレモスは、 ケレオスの息子としてデーモポーン以上に重要な役割を担うようになったと考えられている。カール・ケレーニーはトリプトレモスとデーモポーンが共に戦士の名前を持つことから軍神アレースに似た英雄であったと考えている。ありがとうございます。